こんにちは、キッシャンです。今日は100円ショップダイソーでジョイントラック CHR シリーズというものを買ってきました。内容はジョイントラック用の棚と延長ポール、そして普通のポール、そして固定部品の4種類になります。それでは組み立てていきたいと思います。無事にラックを組み立てることができました。それでは早速こちらの方に物を載せてテストをしてみたいと思います。上にプロジェクター、下にソニーのブルーレイプレイヤーを置いてみました。次にプレイステーション3をつなげてみました。こちらは初期のモデルになるのでかなり重たいんですけれども、この棚は十分にこの重さも支えてくれています。今日はダイソーで買ったジョイントラックシリーズを使ってプロジェクターの専用台を作ってみたという動画でした。予想していたよりも重たい重量に耐えてくれているので、サイズが合えばとてもお買い得だと思います。